世界レベルの科学者を目指す高校生が一堂に会し、日頃の研究成果を競うコンテストが都内で開かれました。高校生科学技術チャレンジは、世界に通用する科学者の育成を目指し、2003年から毎年開かれているイベントで、今年が11回目です。過去最多となる212の応募作から選ばれた30の研究を、大学教授ら専門家が審査しました。展示ブースに詰めかけた一般の来場者も、レベルの高い研究に見入っていました。審査の結果、富山県立高岡高校のダンゴムシの左右交互に曲がる行動がどのように起こるかなど、3つの研究が文部科学大臣賞などに選ばれました。今後、アメリカで開かれる国際大会に参加し、世界の高校生と科学技術世界一をかけた戦いに挑みます。